博多駅の近くにあるコンビニのローソンです。レジカウンターには今年も熱々のおでんが並んでいて、寒い日を中心に売り上げを伸ばしています。具材は全部で17種類。人気ランキングで見ると3位は白滝、2位は卵、そして1位は大根と、全国共通で不動のベスト3となっています。実はローソンではおでんを環境にも優しく、そしてお財布にも優しく楽しむ方法があるんです。それは鍋を持参することです。鍋のご持参ありがとうございます。ローソンでは鍋や密閉容器など蓋付きの容器を持参し、おでんを5個以上購入すると39円引きになります。この鍋割セールはお客さんの要望をきっかけに去年首都圏で始まり、今年は全国の一部店舗で実施していますが、一番の目的は SDGs の推進です。その販売の容器削減によって、まあ、プラスチックを削減というところですね。そこを一番狙いとしております。お客様と一緒に削減したいという思いで実施しております。他にもローソンはプラスチックを削減するため様々な取り組みを進めています。お待たせしました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、コーヒー入れていただきました。コーヒーマシンを使って入れるマチカフェはタンブラーやマグカップを持参すると10円引きになります。またアイスドリンクの販売容器は紙製のものに変更、スプーンやフォークは持ち手の部分に穴を開けてプラスチックの使用量を減らしています。ゴミの削減といったところに関しましては、昨今お客様の方も意識されているので、プラスに感じていらっしゃるお客様が多いというふうに感じております。まあ、お客様と一緒にといった考えが一番かなと考えております。身近で便利なコンビニでのプラスチック削減の取り組み、環境にもお財布にも優しい方法を利用してみてはいかがでしょうか。